Hey everyone, I'm LC Gamer, and welcome back to Digimon Story Hacker's Memory. Well, we were told to go to Uno, and deal with, well, the, dungeon here. So, we shall. I don't like that aura, the aura that's around him. I really don't. Yeah, can't you see the thing that's standing there with him? I'm sorry. I'm gonna have to use my healer a lot. And that did very little damage. Guard charge. I can't use items either. Stasis barrier. Crescent leaf. Just hit him hard. Okay. I need this. Oh, great. Well, mental charge. Gonna have to find a way to hit you hard. And I mean extremely hard. This is gonna be probably a pointless battle, but damn. Okay, yeah, this will work.
to double damage, or at least normal damage. Can we end this already? This fight's going nowhere. Ow. Yeah, see. Guard charge. Sasuga, Lord Toye, what a legend. Kanta, you are tossing my hand now.こりゃ長期戦はきついで。守備はどうや。待って、もう少しで。捕らえた。ワームもこの座標をあの子に伝えて。分かったよ、エリカ。急いで。さて、あとは足止めに徹するのみ。I think you kept him busy long enough.お待たせ。リュウジの位置情報を捉えたよ。急いで。Gotcha。この場所なら近いな。急ぐぞ。ついてこい。He's in the museum, isn't he? So, into the museum we go. Wait, he's not that way? Where is he? This way?Even I'm a little confused. Yes, it did. Oh boy. Now what? Eden にいたのもリュウジじゃなかったみたいだ。じゃあ本物はどこにいるってんだ。こいつのことは私に任せて、さっさと店に戻りな。All right. これはただの刑事の勘だがな。嫌な予感がする。早く仲間と合流した方がいいぜ。Okay.I just hope your gut instinct is wrong on this. Eden で戦ったリュウジはダミーで、ログインスポットにいたハッカーも何かに操られていた。これもリュウジの新しいデジモの力なんか。なんつってたらめな。No, no, you're right on the money. でも、そこまでやるなんておかしいよ。どういうことや。私たちの追跡を巻くだけにしては、手が凝りすぎてる。アンスさん、いつからそこに。俺の狙いは最初からお前だ、フェイ。お兄ちゃん、そりゃまたなんとも面白い話どすな。訳を聞かせてもらいましょうか。訳だと。千歳がエデン症候群になったのは誰のせいだ。千歳だけじゃない、お前たちのせいで。アンダーゼロでたくさんのハッカーが犠牲になった。その罪は償ってもらう。まずはナンバー2のお前、
次はユーゴだ。間違え取ったら堪忍な。今とんでもないことが聞こえた気すんのやけど。ザクソンは俺が消す。よう言うたわ。待って、お兄ちゃんやめて。千歳は私が何とかするから。今エデン症候群を治す方法を探してるの。神城の研究員が私に資料をくれて。お前に何ができる。みんなお前のために。俺はエリカ、お前の、お前エリカ、お前のせいで、お前のせいで皆消える。親父もおふくろも仲間も。なんでなんだよ。血眼になって治療法を探して、必死で働いて、絶対に頭を下げちゃいけない奴に頭下げて、そうまでしたのに。なんでお前は治んねんだよ。なんで俺より先に死ぬんだよ。なんで。いつも俺が置いていかれなきゃならねえんだよ。お前が悪い。全部お前のせいだ。お前さえいなければ。そうだよ、お兄ちゃんの苦しみは、悲しみは、痛みは全部私のせい。ごめん、お兄ちゃん。私にはお兄ちゃんを助けてあげられない。リカ。けど大丈夫、きっと私が何とかする。お兄ちゃんの居場所は私が取り戻す。だからもう苦しまないで。ごちゃごちゃうるさいわ。ワッチをこれだけ怒らせておいて、仲良く兄弟喧嘩どすか。ずいぶん舐められたもんやな。待って、お兄ちゃんと話をさせて。あきまへんわ。その男はワッチの前で一番言うたらあかんことを言うた。ユーゴ派に手出す。そんなんのこと、このワッチが許すと思っとるんか。波のやり方で済むと思うたら大間違いとせ。やめて。I hope the shop's okay. Still haven't heard from Erica and the others. I'd better hurry back. Come on, guys.Oh no. Don't do it. Nani? Did it finally evolve? Or... Yeah, it did evolve.It's now as big as, Imperial Dramon. Maybe a tad bit bigger. I don't know. Oh boy.Hey, how are you? アンさんですか。みっともない姿、no. 見られてしまいましたな。 No, no, I've seen you much worse than this. Especially in the other game.
リュウジの妹はどないした？タイガー・ベスパモンの力を借りて店の倒壊からはなんとか守ったんですが、特別治療室で治療を？怪我はしとらんと思うだが。ほうか、確か妙な病気を抱えとるんやったな。いや、フーディへの倒壊な、あれはリュウジの仕業や。あいつの狙いは、Oh, don't say that. わっちがあかんかった。夕ご飯の名前を出されて頭の血が上ってしもうて、話もよう聞かずに攻撃してしもうたんや。そんであの男のデジモンが急激に進化を始めて、止めるどころかとんでもないことになってしもうた。恥ずかしゅう、夕ご飯の顔を見られた。それは間の悪い時にお見舞いに来てしまいました。 Hello, Yuko. でもこの顔なので大丈夫ですよね、レイ。もうそんなこと言うて本当にケツやわ。Oh, Kosuke. お久しぶりです。彼女をあまり責めないであげてください。三島隆二の暴走はアンダーゼロで岸辺理恵の企みを阻止できなかった私に責があります。ザクソンを代表して謝罪します。 He has yet to figure it out.ごめんなさい、まだ気づいていらっしゃらなかったんですね。実はザクソンのユーゴは私なんです。 Yep. 神城を内外から守るために関係者としての顔と一人のハッカーとしての顔を使い分けていたんです。アロンサーバーの件ではお世話になりました。あまり深く考えないでください。今の私はオムライスをご一緒した上白優子です。お詫びと言ってはなんですが、三島エリカさんの件に関しては心配しないでください。私の方で継続して治療を受けられるよう取り計らっておきました。 Way to go, Yuko. 今私は上城の社長代行のような立場にあって、ある程度の権限の行使が許されているんです。聞きました、彼女の特殊な病気のこと。そのために岸辺理恵と三島隆二との間に密約があったことも、人の命を計りにかけて汚れ仕事をさせるなんて絶対に許されることじゃありません。上城にいながらあの人の悪行に気づくことができず本当にすみませんでした。これはそのわずかながらの罪滅ぼしです。ユーコは悪うない。岸辺はユーゴのアバターを使ってユーコはの行動すら自分に都合がいいように操っていったんや。ああ、思い出しただけでも腹が立つ。罪あったら必ずわっちの手でズタボロにしたるわ。ああ、You'll have a hard time doing that.今は怪我の治療に専念してください。あなたが後ろにいてくれないとなんだか落ち着きませんから。ユ
Okay. I'll just go. Get something to drink. Old friends, looks like. I'm gonna go with this one. Nice FLM line or something. That I would say is a friend. Sure. I know how that turns out, so yes, I will. Just not the mega size. I think I can handle it. Erika, 全然目を覚まさないの。ずっと治療を受けてなかったのもあるだろうけど、やっぱりリュウジのことがショックだったんだろうね。Gotta go hunt him down now. 私たちこれからどうする？
エリカだって目を覚ましていたらきっとそうするよね。よし、そうと決まればくよくよしていられないね。まずは新しい拠点を作らないと。この病室、ネット環境は揃ってるし、 PC があれば仮の拠点にはなるんじゃないかな。どこかで買ってくれば。エリカは私が見ているから。 OK、I'll see what I can find. Well, where could he have gone? Erica? Am I seeing things?Let's go get a PC. I bet we can get one at the junk shop. Oh dear, where's the junk shop? I really don't know where the junk shop is. I don't keep track of the streets.Junk shop is not here, not here. All right, I have no idea where it is. Sale market. No.Is there a junk shop here? If there is one, it's probably gonna be up here. No? Where is it?There's the junk shop. Yes, I'm looking for a laptop. Cool. Thank you. I got the items I need. Now let's go back to Erica's room and get set up. No doubt about it this time. That's Erica. Erica is in the hospital.どうしたの？え？エリカ？目の前で寝てるけど。 Okay, what could it mean? I'll head back to the hospital for now. おかえり。エリカが目を覚ましたよ。 That is great news.But is she gonna be okay? ここどこ？お兄ちゃんは？Sorry. そっか。フェイが私を助けてくれたんだ。神城の偉い人がエリカの治療も工面してくれるって。よかったね、エリカ。でも。おとなしく治療なんて受けていられない。お兄ちゃんにはもう時間がないと思うの。 Please explain. 店で会った時、お兄ちゃんはあのデジモンに影響を受けてるように見えた。ううん、お兄ちゃんがあのデジモンに影響を与えているのかも。あのデジモンが突然進化したのも。これ以上長引けばきっとお兄ちゃんは帰ってこれなくなる。そんな気がするの。
でも、だからってどうすればいいの？リュウジには私たちの呼びかけは全然届かなかった。エリカだって無理だったのに、これ以上。Only one thing left to do. Be some sense into him. やっぱり最初の計画を進めるしかない。お兄ちゃんを正気に戻せるのは千歳しかいないんだよ。私たちにできるのは何とかして千歳の意識を取り戻させることだけ。千歳の声ならきっとお兄ちゃんに届く。そう信じるしかない。All right. So how do we do it? 今はそれしかできることないもんね。私もお手伝いするよ、エリカ。スウェドからもらった論文解析するんでしょ？うん。あの人は手がかりはあの中にあるって言ってた。論文を読み解けばきっと何か千歳を起こす方法が見つかるはず。それなら。すぐ始めなくっちゃ。ねえ、PC 買ってきたんでしょ？つないでつないで。何か変わったことはなかったって。そういえば、妙にリアルな夢は見たかな。君と一緒にいて。あとは覚えて、それが何？Well, I think you're having an out-of-body experience. Looks like I can take cases from the BBS, just like always with this PC. Or I can, once there, or any important cases to take anyway. Maybe it's time to ask Mary what's afoot. And I'll do that in the next video, so until then... See you guys.